韓国ヨンセ大学のリュソクチュン教授が、韓国で、慰安婦は売春婦であり、日本政府に責任はない、と発言したよね。真実を発信する教授の動き、素晴らしいと思う。でもね、この教授が慰安婦は売春婦と発言してから、韓国国内では、案の定批判が殺到してるらしいよ。まずは、リュソクチュン教授が発言した内容を紹介するね。リュソクチュン教授、日本植民地時代を語り、慰安婦を売春女性とし、加害者は日本政府ではない。慰安婦は売春の一種だ。慰安婦は日本の民間が主導し、日本は関わっていない。この発言に対し、韓国の学生が、慰安婦被害者は自主的に行ったものではなく、強制連行されたではないか、と反発したんだけど、リュ教授は、生活が困窮している当時は、売春の誘惑があった、と回答したんだって。まさに怒声論回答だよね。でも今度はなんと、政治家が批判してきたみたい。韓国民主党内のジョン・チュンスク議員が、韓国党革新委員長を務めていたリュ教授の暴言と歴史歪曲に、全国民が激怒している、と批判し、現在ヨンセ大学の在校生と卒業生らは、リュ教授に対して悲鳴するように署名運動が始まったんだって。これ、恐ろしくない。正しい真実を言えば、政治家が介入してまで集団リンチ。こんな言論の自由も守られない韓国。終わってるでしょ。正しいことを言えない風潮が蔓延してしまえば、誰も真実が言えなくなる。蔓延してしまえばって、もうすでに蔓延してるんだろうけど。今回のホワイト国除外の件も、旭日旗の件も、応募校の件も、様々な日韓問題に対し、韓国の主張が間違ってると思っている韓国人は少なからずいるのかもしれない。でも発言すれば叩かれる。それが怖くて発言できない人がいるんじゃないかな。何せ政治家とメディアと国民が束になって批判してくるんだもん。恐ろしくて発言できるわけがないよ。でも、政治家が一般人を批判って怖くない？まあ日本でも、小西議員が一般人のツイートに対し訴訟を起こすとか言ってるけどね。政治家は問題を取り上げ議論を生み、良き方向に変えていく存在のはずだけど、最近の政治家は弱いものを平気で叩き潰そうとするよね。どう考えてもおかしいよ。まあこのリュソクチュン教授は、これからも主張を曲げずに頑張ってほしいね。小西議員に関しては、やっぱり国民の敵だなって改めて思っちゃった。